日本郵便は新型コロナの感染拡大を受けて全国154カ所の郵便局で業務を休止していると発表しました。日本郵便によりますと27日午後の時点で全国にあるおよそ2万4000カ所の郵便局のうち154カ所で窓口業務を休止しています。従業員が新型コロナに感染したり濃厚接触者になったりしたためで再開時期は未定です。これまでは休暇を振り替えたり近隣の郵便局から応援の人員を派遣したりして業務を続けてきましたが、従業員の少ない小規模な郵便局では休止せざるを得なかったとしています。郵便物の引き受けや配送業務への影響は出ていないということです。